今日は190ページについてお話します。あなたにとって本当に必要な情報は不快な言葉だということが書いてありますよね。これを皆さんはどう思いますか？自分が聞きたくないような不快な言葉、否定されるような言葉、これが重要なんだということが書いてあります。特にこれはちっとも前に進まない人に対して重要な言葉なんですよ。前に進まない人たちはどうして前に進まないかというと、人の言葉をちっとも聞かないからです。そして自分が納得する言葉だけを聞いて、自分に優しい言葉だけを受け入れようとするからなんです。そしてちょっとでも自分に対して不快であれば、傷ついたと言ってその人を攻撃します。そうすると相手はどんどんもっと不快な言葉を言いますよね。あなたを止めるにはそれしかないからなんです。つまり相手が不快な言葉を言うということは、あなたが大変頑固で全く変わろうとしない、それなのに欲望は捨てないからちっとも前に進まない状態、それに対して自分でも腹が立つという時なんですね。ですからもしあなたが全く良くなろうとしなければ、そういう不快な人も現れません。あなたが本当は欲望を叶えたい、だけど傲慢すぎて人の話が聞けない、こういう時にあなたに不快な言葉を言う人が現れるということなんです。ですから不快な人が現れたら相手の言葉を聞いてください。純粋に相手は何を言っているのか聞いてください。それができなければ、まず紙に書くことです。相手はあなたに何を言ってるんですか。そしてそれを紙に書いたら、今度は優しい言葉にしてください。自分が悪いと認めなさいって相手が言うならば、紙に自分が悪いと認めなさいと書きます。そしてそれを次に天使の言葉のように、あなたは自分が悪いと認めた方がいいですよと書き直しましょう。そして次にそれを受け止めて自分に言います。私はどうやら自分が間違っているらしい、私は間違いを認める、こればっかり言うんです。そしてもう不快な言葉を言った人のことは忘れましょう。この言葉を念仏のように唱えてください。そうするとあなたの頭が書き換わっていき、自分が悪いということがちょっと認められるようになり、何が間違っているかがちょっと分かるようになります。これをやっていくことで自分の頭の中の回路をちょっとだけ変えられるんですね。こんな風にやらなければあなたは変わらないんです。不快な言葉をそのまま跳ねのけて相手に謝れとか言ってるようでは、あなたは決して変われませんよ。ではまた次回。